こんばんは、クロウノ園のりょうたです。いつも動画視聴していただきありがとうございます。さて本日はやはりね、本年度は異常気象です。ゴールデンウィーク7月の下旬並みの高温が予定されております。今現在ね、いろんな方々に鶏たちの体調は大丈夫ですかと言われていますので、その前回の2個前ですかねの動画に引き続き、よいしょ、うちの農地の温度測定とおよび鶏たちの健康か状態を報告したいと思います。まずこのテントの中、何度、22度ですね。で、いつも僕自身その獣対策として夜中はずっとこの箱に入れてます。さて温度は、よいしょ、25度ですね。あの下が22度、25度、いわゆるこの気温は一般的にゲージで買われている場所ではアウトです。アウトです。もう一度言います。ゲージで買われている鶏の気温25度はアウトです。では、うちは放し飼い飼育をしております。鶏の体調、いやー大きかったな。皆さん見てもらったら分かります。毛ふわふわ、もう逃げる、すっげえ逃げる、すっげえ逃げるやつ、ちょっと撮影 NG らしいんで違うの狙う。よいしょよいしょよいしょ、こいつも大きなったっすよ、すっげえ大きなった。あ、ごめんな、ご飯中に撮影来た、怒られる。皆さんふわふわです。続いてクククククオス、ふわ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 、123121212、なんかいっぱい、なんかいっぱい、多分なんかカラスマッチじゃない、大丈夫、気のせいかな。うん、見てください、この毛並み、毛並みふわふわ、つつかんとってよ、つつかんとって、携帯つつかんとってよ。カッカロン、カッカロン、ほら、このふわふわの、このふわふわの毛並み、もう鶏の体調管理の基準となる、基準となるのはやはり僕自身このふわふわの毛並みやと思います。僕自身いろんな経営者に研修行かせていただいて思いました。うちの鶏だけです、こんなふわふわの毛並みを。なな、なな、僕の大好きなお尻の毛なんですけどね。というわけで今現在あの小屋が、青のテントの小屋が22度で、箱の中が25度、鶏たちはすこぶる元気です。たまにね、僕こうやって折りとったら、あれとったら卵落ちてるんですけどね。よしよしよし、皆さんもしね、鶏を見る機会があれば毛並みを見ていただけたら分かります。毛並みがふわふわの鶏を産む卵は最高級に美味しいです。なな、あ、
クソ逃げられた。てなわけで本日の動画を終了いたします。本日も見ていただきありがとうございました。クロー農園のりょうたです。失礼いたします。